そうなの、今日はねツインテールだよ。高めのみんなのなんていうのね、答えました。高めツインしてって言ってくださったので、今日は高めツインにしました。をありがとうだるまさん、高めツインだお。ありがとうございます。こんばんはです、皆様ありがとう、来てくださって。参加中、本当に高めツイン選抜があったらセンター、それは嬉しいなセンターか、マジか。それは嬉しい。そう、ここねピンクのリボンをねつけてもらいました。この髪型また専属の方にお願いしました。私専属の、本当に前から可愛くしてくださって嬉しゅうございます。ですよね、もうリボン可愛くないですか。本当にリボンつけるだけでめっちゃ変わると思うんだけど。リボンがあるだけで可愛さが増す。リボンは最強です。これはウェーブ巻きかな、多分そうだと思う。ウェーブ巻きにしてもらいましたデフ。やっぱ巻くのも結構全然変わるから、引っかかっちゃった。あ、引っかかっちゃったよおお、オッケー。ありがとう、100キラーありがとうね、ハートもありがとう。ありがとう、くまさんかわいい。ありがとう、みんなツインテールしたよ。今日はガーリー系ね、かな感じで来ました。赤の好きな最強ついて、もっともっと好きになる。ありがとう、みんな褒めてくれて嬉しいよ。よかった。可愛くてドキッとする、本当にドキッとしちゃう。ねえ、あのね、最強ツインテールをめっちゃね、めっちゃ歌いたかったんだけど、ないんですよ、カラオケに入ってなくて悲しいです。めっちゃ歌いたかった。
寿命が伸びましたか？それ良かったです。入ってないの。ちょっともうちょっとさ、チーク濃くしちゃおう。うん、今日公園ないよね。ないよ、公園じゃないです。ありがとう、くまさん。髪型をやってもらいました、私の専属の方に。チーク、キュルキュルに今日はします。キュル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 。いや、まあ朝は本当に何もやってない状態だったから、だからあの今日の朝も行ったんだけど、本当に夜は大変身しますから、夜は期待してね。朝はねしょうがないの、学校行かなきゃいけないから、すっぴんで、すっぴんなんだけど、だけど夜はガチめにもうやっちゃいますよ。まつげ上がった。その格好で学校行ったら怒られますね。確実にちゃんとした制服を着なきゃいけない。オッケー、まつげ上がった。うん、確実に怒られますね。はい、アイラビューありがとう。ありがとうね、嬉しい。いや、そんなことは言われませんね、絶対に。審査さん可愛すぎとは絶対に言われないと思います。髪の毛これでいったらなんかかなりやばくないですか？なんか先輩に目つけられそう。じゃあ3年生になったら、こういう髪型していくね、していくねというか。ダメだけど、体育祭の時とかいいよね。体育祭、うん、でもね、なんかあんまりね、盛り髪はね、私ね、あんまりね、したくない派なんだよね、盛り髪、体育祭の。だって競技やるときとかさ、あ、でも多分、なんか、あ、なんだっけ、ダンスヒーローだっけ、そのときだけ多分盛り髪する方にたくさんいると思うんだけど。でもなんか邪魔じゃないですか？え？なんかあんまり私盛り髪あんまりなんか好きじゃない。なんかそんなに私目立ちたくないしって話で。受験さんありがとう。体育祭でメイドカフェは絶対にやりたくないです。恥ずかしすぎてやりたくないですね。
水泳帽子？なんでなんで普通にね、森髪ってね、なんかバラとかでっかいリボンとかつけるんですよ。いや、私本当に学校では目立ってないので、あの幽霊的存在でございます。って感じです。みんなを襲います。ありがとう、 I love you、 I love you、 決まった。ん？どうしたの？ありがとう、だるまさん。だるまさんが転んだ。まあ確かに逆に目立っちゃうか。え、でも見えないってことだよ、幽霊だから。だから目立たない。森神、いやー絶対夢に出てきてね。じゃあお邪魔します。透明人間になったら何する？どうしよう。透明人間になったら、透明人間ね、透明人間ってなんかできることあるのかな。じゃあいろんなところを旅する。そりゃ普通に生きててもできるか。バレないように、ちょっとどうしよう、なんか透明人間になったらどうするって言うと、なんかちょっとおおってなるんだけど、どうしよう。みんな何にしたい、どうしたい、透明人間になったら。そうだよね、悪いことしか思いつかない、ね、ああ、じゃあ劇場公演を見ること。PA 宅で見れるんだけど、あ、違う、最善で見ること。そう、あ、青幽霊行きますって言って最善で、もしかしたら誰かさんの隣にいるかもしれない。確かに透明じゃレスはもらえないですね。アンコール、うわー、みんなどっから聞こえたのか分かんなかった。これどこの声？どっから聞こえてるの？ねえ、そうだね、誰かの膝の上に乗ってみるか。透明だから膝に乗っててもバレない。頭の上、頭の上いいかもしれない。あ、でも頭の上だとな、ちょっとなんかやっぱりね、なんか見下されたいよね。
そう、なんか、あ、なんか肩重たいな、いや頭もすごいなんか重たい、なんでだろうって思ったら多分そこに私がいる。そうだから、肩痛かったりしたらね、私がいるってこと、そう、あおちゃんがいるから、そう、そう思ってください。肩が痛、重たいのはいつもなんですか？マッサージ、マッサージしてくださいって言っても私はできないんです。マッサージをしてほぐしてね。そういうことだよ、最近肩が凝るっていうことは私がいるってこと。あ、そうだね、仕事中肩凝るけど多分私が乗ってるんだよ。うん、きっとそう、きっともう肩が重たいとか肩が凝ってるとかは多分私がいるからみんな多分凝ったり重たいんだよ。うん、そういうことだよ、だから最近そう重く感じてたの。そうだよ、そうだよ。そういうことだよ。うん、よく分かってくれた。そういうこと。ありがとう、だるまさん。ハートもありがとう。あ、最近さらに重くなった。あ、マジか。あ、今重たいんだけど、そういうこと。あ、多分そういうこと。多分私の、魂というか、言ってるんで、みんなのところに。きっとね。だから今肩が重たいのもきっと私がいる。あ、今日腰痛ですか？腰痛ね。腰痛は多分私が、腰に、なんて言うんですかね。こうやってコアラみたいになってるから多分腰痛なんだと思います。腰が痛いんだと思う。そう、肩に私がこうやって巻きついてるからコアラみたいに、だから腰が痛い、きっと。そうだよ、ございます。ポップアップカフェ行ってきました。コースターは青いちゃんでした。ぜひ大事にとっといてください。 お願いします。じゃあちょっと今日でじゃない、もう終わりそうな雰囲気出しちゃった。コーデを今日紹介しましょう。先ほど言ったんですけど、また髪型の説明もしよう。今日この髪型、皆さんがリクエストでいただいた高めツインでございます。今日はね、ガーリーな感じに。そして今日はワンピースを着ましたよ。高めツインなんだ。よいしょ。こんな感じでワンピースを。来ました。今日はガーリーな感じに仕上げました。
着席。はい。ちょっと待って、今日のお写真決めてない。でも大体決めた。ありがとう。え、回っても何もないよ。甘めデート服を、ん？甘めデート服？ん？なんかおかしくない？甘めデート服コーデ？甘めデート服コーデをイメージしました。え、そうなの？じゃあどうやって回ればいいのかな。椅子でいい？ちょっと待って、回れるかな。あ、これがね絡まっちゃうんだよね。回っちゃったらどうしましょう。ここに引っ掛けとか。にゃっく。いやー、オッケー。じゃあ回ります。今井美穂は回りますみたいな感じになっちゃった。回ります。笑ってくれてる。つぼってる。もう一回。回せる見つかる、くるまるくるくる。じゃあ新座を回ります。オッケー。さっきとは反対、こっちか。なんで。まあいいや。回りましたぜ。え、どういうこと？縦には絶対に回れない。縦はね、あのすごい大事故ですね。感じだよ。お池にはまるかどうかわかんないけど。わあ。まあ実にこれお父さんの曲です。よいしょ。全宇宙の人に見てもらい、可愛さ。本当にそんなに可愛いですか？可愛くないですけどね。本当に。可愛くないですわよ。じゃあダメですか？ありがとう、だるまさん。だるまさんって言うとさ、なんかあのダルニシアンって言ってるように聞こえちゃうね、自分で言いながら。
テルニシアン、ありがとう。テルマさん、テルニシアン。ダルメシアンだった。ダルメシアン、ダルメシアンだねって言ってた。ダルメシアン、ダルメじゃあ今度はダルメシって聞こえちゃうね。言葉って面白い。ありがとうダルマさん。ダルメシアンありがとう。今日バズッカじゃないけど水筒は持ってきたんだよ。くう。ダル飯ってどんな飯？どうなんだろう、どんな飯なんでしょうね。普通にだるい飯みたいな冷たくて、だる飯だから何にも手を抜いてるような感じの飯ウレピーマン、ありがとう。お母さんの作るダル飯は、なんかこれ言うの失礼じゃない？お母さんに言ったら怒られそう。美味しければいいんじゃ。まあ美味しいけど、ダル飯？手を抜いたような、わかんない冷凍食品ってこと。ごめんなさいお母様、失礼いたしました。ありがとうレインボースター、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 スター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 、ありがとう。豆ご飯、豆ご飯おいしくないですか？豆ご飯、豆ご飯ってどういうやつだ？自分で言っときながら。わあ、ありがとうレインボースター。やだ、いやー、ありがとう、たくさんありがとう、ありがとうございます嬉しい、ありがとう。チャーベントピンクは踊れますよ、たくさんもう踊っているので。いいらしい、チャーベントピンク似合ってる姿の、ぜひ私のしゃべり見てください。ちゃんと踊っているので、サマー
ソングセットリスト公演で踊っているのでぜひ見てください。ありがとう虹、かわいいね、ありがとうみんな。スカートの色だだだだ、そうなんです、あのシャベピー、あのねサマーシットリスト公演で着たシャベピーの衣装が日向さんので日向さんを感じちゃいました。 MV で着てた衣装を着れるってなんかすごいですよね。はい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 、日向さんのぬくもり感じましたよ、もちろん感じた。じゃあ今日とこえん、これから4期の今日はいいところ紹介をしたいと思います。今日はももかちゃん、あなちゃん、カッピーの3名のいいところ紹介をしたいと思います。イエーイイエーイ、おやそうなんです、じゃあもうももちゃんいっちゃおう。ももちゃんはまずもう面白い、最強ですね。はい、ももちゃんはもう本当にその面白いっていう、なんていうのか、え曲いるなんか曲あった、なんかさ、なんかいい感じの曲っていうか、なんかあった方がいいのか。ももちゃんはさ面白いよね、本当に。なんていうのかな、なんかコミュ力もあるし、本当にあのなんていう、天才だと思います。一緒にいてね面白いから本当に元気出るし、天才な方でございます。ちょっと待って、鼻かゆくなってきちゃった、今のところ絶対見せられない。見えてなかったよね、見えてたらやばい、とても恥ずかしい。え嘘、ももちゃん見てるの、嘘でしょ、ももちゃんいるの、いる、本当だ、ももちゃんいた、めっちゃグッドタイミングだね。ももちゃん今ももちゃんのいいところ紹介をしてたの。ももちゃんは面白くて天才で、本当に一緒にいて楽しい、もういやいや、ももちゃんも見てくれてありがとう、わざわざこんな配信にありがとう。もう本当にあのお姉ちゃんって感じで可愛がってくれてます。ももちゃんは曲何にしようどうしようか、いや、どうしよう、もういいや、何でもこれにしちゃえなんか関係ない、はい、あ、なんか話しやすいねこの曲だと
私ももちゃん、うん、マイクあげて、どういうこと？マイクあげて、どういうこと？え、どういうこと？あ、ごめん、こういうことじゃないんだよ。ももちゃんがポンコツってことで、こんな、この、こういう、こう、あの曲にしたわけじゃないんだよ。なんでみんなはそう捉えちゃうの？やめて、やめなさい。皆さん失礼でしょう。ももちゃんは私あのオーディションの時のショールームの頃から見てて可愛いなって思ってたの本当に。ずっと そうオーディションショールームしてた。私も一応してたんだけど、ちょっと私はグダグダでしたね。いや本当にももちゃん、はい、入ってくれてありがとう。実際やったのは最終審査でもね、私ねあのねあんまりね最終審査でね話さなくて、私本当に人見知りだから本当にねみんなと話せなくてそのまま帰っちゃったんだけど、本当に申し訳ない。うん、本当にマジもう、すぐ帰っちゃった。全然ね、みんなと話さないで帰っちゃったの。どういうことって話なんだけど、いや本当にもうねえ帰っちゃいました。おーちゃんからメール来たわ。いや本当にそうだよ、おーちゃん本当にすごいと思うよ。今ごちゃすごい頑張ってるし、もう公演終わりにすぐ行ってく姿見て、かっこいいって思うし、すごいなって。そして配信もすごい頑張ってるって。ビスでは1枠でビス参加してましたけど、すごいですよね。もう本当に尊敬だよ、尊敬します。本当に無理しないでね、ももちゃん、すごい頑張っててすごいなって思ってる。そう本当にトーク力とか MC 力も本当にマジですごいと思う。私なんか本当に話せないから、そういう時にももちゃんがフォローしてくれて、マジでありがとうって思ってるの。本当にマジでありがとうね。そうなの、大好きだよ。これからもよろしくね。本当に面白いね。みんなもももちゃんを褒める。私をよろしくお願いいたします。歌うよ、
後で歌うんだ。今はね、4期生のいいところ紹介をしてるから歌って、ただこれは BGM で流してるだけで、ちゃんと歌います。待っててね。お、以前ももちゃんの特徴値当たったんだ、すご。特徴値、おお、すご。じゃあ次はアンナちゃん、アンナちゃんだね。アンナちゃん、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 アンナちゃん何しようか。あ、昨日も流しちゃったんだよね。どうしよう。どうしましょうかね。もうほほほほ。なんかこれ違うな。あ、じゃあしゃべりぴで。ループしてる、マジで。そりゃ悲しい。ありがとう、愛してるタコさんもありがとう。だ、アナちゃん、アナちゃんのターンです。アンナちゃんは、私アンナちゃんともあのオーディションで全然会ってなくて、本当に最終審査でアンナちゃんのことを知ったみたいな感じなんですけど、アンナちゃんはね、ゴマちゃんとヒロカッピと一緒にいてて、もうそこで3人組っていうのが仲いいなって思って、いいなってすごい羨ましかった。私一人っ子だったから、一人で本当に人見知りだったからさ、本当に話しかけられなくて。でね、アンナちゃんすごいね、なんていうの、初めて会って、対面というか、その時もうなんか最初はごめんだけど、本当にすごい怖いイメージがあって、だけどなんかやっぱ実際喋ってみると、なんかすごい優しい子だなって思って、そう、ちょっとなんかクールだな、クールな子だなって思って、さあ最初は本当に喋りに行くのもちょっと怖くて、あんまりグーグー行けなかったんだけど、アンナちゃんの方からなんか一緒にお弁当を食べる時とかも一緒に食べようってさせてきたりしてくれて、本当にその時は嬉しくて、そっからだんだんと仲良くなって、今ではちゃんと話せる仲間だぜ。当たり前だけど。うん、惚れちゃん、いや、アナちゃんもさ優しくて、本当に、うん、一個上だけど、あのすごいもうなんかみんなお姉さんって感じ、本当にありがとう、くまちゃん、お姉さんって感じに接してくれて、すっごい、なんかすごいありがとうみたいな感じ。
かりしてるし、うん、羨ましいな。あ、そうそうそう、初めての配信の時にリレー配信があったじゃないですか。その時に一緒に結婚したい人でアンナちゃんをあげてて、でその時アンナちゃんも一番結婚したい人で青ちゃんって言ってくれて、その時嬉しかったよ。でその後じゃないけど、たくさんアンナちゃんともプリクラ撮ったし、たくさんでもないんだけど時間がある時にプリクラ撮って、ありがとう。あ、ありがとう、結婚おめでとう、ありがとうございます。レインボースターありがとう。ごめんなチャイナ。え、どうしよう。まあ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 、ズバピプ。じゃあこれにしよう。うん。ごめんね、今私がいじりました。ごめんなさい、一瞬止まったよね、私がいじりました、だから止まった。カッピン、カッピンもさっき言ったんだけど、コマアンナちゃんとずっと一緒にいた、あの時にでね、初めてさっきも言ったけどご対面した時、マジでなんか本当に一瞬だけ見てすごいあざといなーって思ってあ、この子は絶対にあざとい子だって思って、その時にもすぐひらめいちゃった、この子はあざといなーってうん、ひらめきました。もうなんかすごいアイドルって感じ。でしたね。普段からあざとい、あざといあざといです。ね、カフィもね、もちろん本当に優しくて、マジで何でもなんかいいよって、何でもいいよって言うから、本当になんかごめんねって思ったり、本当にみんなに優しいから、マジで、うん、恵まれすごい レスとかも上手だし、なんか踊り方もそうなんだけど、なんかキリッキリ、踊り方もそうあざといなって思ってて本当に、そう踊り方もめっちゃあざとくていいなって、なんか私もともとダンス習ってたから、なんかそういうあざとい踊り方ができなくてはい。でそしてね、その曲によって表情を変えることもできるカッピだから本当にすごいと思う。
ちゃんも見習いますね。本当に。アンちゃんもあざと講座を受けなければ。そう、本当に表情管理が上手だなって思ってて。なんだっけ。なんか本当に、なんていうか、努力をしてる子だなって思った。自主練もするし、本当に、本当になんていうなんか頑張ってるのが伝わる。うん。すごいなって。尊敬するね。尊敬です、本当に。初見さんありがとう。あざとくなるの、え、どうだろう、私はあざとくはもうなれないかな。いや本当にそうなんだよ、頑張ってる同期見てると本当に刺激になるから、あ、私も頑張らないとなっていうのを思うんです。いや本当にそれは本当に思ってて、私もなんかそのやる気になるといいますか、頑張ってる姿に、あ、私もやら頑張らなきゃ。ありがとうございます。カッピこれからも頑張ってね、ちゃんと見守ってるわよ。ではこれで今日のユンキのいいところ発表は終了いたしました。はい、ありがとうございます。水分補給、ふぅやめるし、あ、ありがとう、それが良かったの私。じゃあね、ちょじゃない、じゃあ今日の1枚を今日紹介したいと思います。ありがとう。こちらも聖地巡礼なんですけど、でもこれあんまり見せたことない、見せ、あ、この写真は見せてないと思う。では発表します。今日のレフ版言ってんの、レフ版？どういうこと？今日の1枚です。じゃかちゃん、くるりんちょ、こちら制服のあおちゃんです。本を読んでます。ありがとう。いや本当にあげたいです、皆さんに。普通に本です、これこれ。本を読んでます。なんか階段で読書ってっていうのよくあるじゃないですか。なんか、はい、ドラマとかでその真似をしました。え、そう、本がねいい感じに反射してるんですよ、私の顔を。ほら、明るい明るい。いい感じに反射してくれて良きですね。
はい、じゃあこちらも貼りましょうか。初見さんありがとう。TT ここあんまり見えないよね。全然見えなかった。まあいいや、こうやれば見えます。あ、ほんと振り向きよかった、ありがとう。じゃあそろっと行きますか、カラオケ。よいしょっと、よいしょ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 、はいと。じゃあ今日も始めましょう。じゃあ壁紙近くしますね。よっ、せーの、うえー、近くなったぞ、近くなった。近っ。では行きますわよ。近くなったでしょう。え、ありがとうございます。初見さん、朝見て気になったので来てみました。いえ、ありがとう、ありがとう、とても嬉しい。じゃあキャッチフレーズしようかな、今日の。じゃあキャッチフレーズします。いきます。はい、海の色は、空の色は、いつも笑顔なのは。ありがとうございます。新潟から宇宙の果てまであの笑顔を届けます。新潟県出身、高校1年生、16歳、あおちゃんこと新澤葵です。よろしくお願いします。ありがとう、来てくれて。じゃあ行きます。ありがとね。ご来場のお客様にご案内を申し上げます。本日は NJT48 4期研究生新澤葵のショールームでのカラオケ配信にご来場いただきまして誠にありがとうございます。開演に先立ちまして、お客様にいくつかのお願いを申し上げます。どれも大事なことばかりなのでしっかり聞いてくださいね。はーい、配信中やむを得ない場合を除き、他の人の配信へ移動することはおやめください。固く禁じられております。携帯電話への録画スクショは大歓迎です。配信終了後すぐに X に投稿してください。はーい、配信中のコールはどんなに大きい声を出しても聞こえません。
ぜひあおちゃんコールをコメントでお願いします。さあ、まもなく NGT48 4期研究生新蔵葵のショールームでのカラオケ配信開演です。皆さん公演あっごめんね、コメントで盛り上げる準備はできてますか？イエーイ以上、あーちゃんことしんぞういでした。バイチャ。イエーイイエーイ。まあ今日は本格的にやらずに普通にバンバン歌いたいと思います。普通に桜の花びらたち歌っちゃおうか。鐘を鳴らすために流したけど いい？じゃあ歌おう。教室の窓辺にはうららかな日だまり、あとわずかの春のカレンダー。授業中見渡せば同じ制服着た仲間たちが大人に見える。それぞれの未来へと旅立ってゆくんだね。その背中に夢の羽が生えてる。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちに明日の自由と勇気をくれるわ。桜の花びらたちが咲く、新世界のドアを自分のその手で開くこと。喧嘩して電話して泣いたことあったね。悩んだ日がなぜか懐かしい。喜びも悲しみも振り向けば道のり、どんな時も一人じゃなかった。卒業写真の中、私は微笑んで、過ぎる季節見送りたいさよなら。涙の花びらたちがハラハラ、この頬を流れ落ちて歩き出す。青い空を見上げ大きく深呼吸しながら。涙の花びらたちがハラハラ、思い出のその分だけ美しく。希望の鐘が鳴り響く。私たち
ちに明日の自由と勇気をくれるわ。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる。新しい世界のドアを自分のその手で開くことを。涙の花びらたちがはらはら、この頬を流れ落ちて歩き出す。青い空を見上げ大きく深呼吸しながら、涙の花びらたちがはらはら、思い出のその分だけ美しく。目の前のただの階段、一緒に登って手を振ろう。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、歌っててこれはなんて言うんですかね、すごいいいですね。はい、ありがとう。ありがとうございます。来てくれてありがとう。あちゃ、ありがとうございます。私の笑い方ちょっと怖いかも。本当にありがとう。ハート、ありがとうございます。じゃあポニーテールとシュシュを歌いたいと思います。暑い、ちょっと待って、嬉しい。カレンダーより早くシャツの袖口まくって太陽が近づく気配、僕の腕から衣替え、青い海波打ち際で君と会いたい。裸足の水しぶきポニーテール、風の中君が走る、砂の上ポニーテール、振り向いた始まる。やばい、つられちゃう。なんかハモリがあってすぐつられちゃうんだけど。始まるって言っちゃう。上手に日が差して夢の気温が上がった。斜め
てくる。好きなんて言えやしないよ、後ろ姿に気持ちをつぶやくポニーテール。夢の中君のすべて独り占め、ポニーテール。片思い目と目合えば今はただの友達。束ねた長い髪水玉のシュシュ、恋の尻尾は捕まえられない。触れたら消えてく幻、ポニーテール変わらずに、君は君で走るだけ。誰ですか、幻って言った方。幻、面白すぎて笑っちゃった。あ、幻じゃない、なんだっけ、なんだっけ、なん幻じゃなかった、ごめん、なんだったっけ、違うよね、幻は言っていいんだよ、あ、合ってた、幻だった、幻、そう、ちょっと面白かった、合ってた。どんだけどんだけだ、どんだけ。ちょっと面白かったね。面白いです、ありがとう。ななななななでてれててれちゃんたんたんたんなたらららたじゃん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 、あ、すいません。ありがとう。やばい、卵って言いそうになっちゃった。卵じゃなくてだるまさん、だるまさんです、卵じゃありません。ちょっと初めてなので歌えるかどうかわからないんですけど、聞いてください。アゲー、アゲだね。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行を。上
修行を占いをしてみたり友達のふるさとか気にしたりしながら恋をしなきゃもったいない女の子たちの特権じゃないか修行をどんなに悲しいことがあったってどんなに寂しいことがあったってどんなに苦しいことがあったってどんなに涙をいくつ乗り越えればいいの人を好きになるって切なく辛いものねあの日からあなたにラブ修行を ちょっと待って。ありがとう。じゃあごめんなさいね。カタカタで本当にすいませんでした。はあ。じゃあこちらを歌いましょう。あーパズーカ。ありがとう星投げてくれてありがとうね。僕は一番目に走る。
続くこと恐れはしない。何があっても昼間イヤホンが大暴れ。ありがとうございました。ありがとう、聞いてくれて。ありがとうございます。上手に歌えてたかな。ありがとうね。歌えるかな。歌おう。よし、まだまだいっちゃうお。よいしょ。え、本当ですか。ちょっとうるさい。バグっちゃった。どこ
ありがとう。優勝ありがとう。ありがとう。一旦休憩。ありがとう。いや、こちらこそありがとうね。見てくれて。
の日第一夢が叶う。初見さん、初見さんありがとう。やば。じゃあ初見さんが来てくれたのでキャッチフレーズしちゃおうかな。わあ、そういうことか。ちょっと歌えるかな。ちょっと待って、緊張してきた。ザクバズーカ、あ、そういう方、色がザクザク色、ちょっとザクがよくわかんないんだけどなるほどね。ガンダム見てない、見たことないです。はい、オッケー、いけるか。どんぐりさん、今難儀。オッケーオッケーオッケー。いきます、歌いますよ。さあ、ワン、ツー、スリー。太陽を急がせろ、もうロマンスが始まるよ。雨が雲が梅雨が明けたらこっちのもの。はや、キャッチレスのさカレンダー、ごめん、キャッチレスのさと。窓のカフェのテラス、バラするやっと開いて、待ち望んでいたら夏が近づいてくる。天国に一番近いあの海へ誘っていいかい。今年こそ二人きりで泳ごう。ノースリーブ着られた頃に僕が君を迎えに行くよ。おーおーおー、ごめんなさい。さあ、ワン、ツー、シー。青空をもう連れてこい、もう物恋の朝一中。眩しい日のセミが鳴いたら帰って時間はないよ、すぐにキスしよう。好きだ、もう大好きだ、もうこの気持ち伝えたい。季節前に振りだけなんだ、僕の負け。早送りされんだ。紫外線じわりじわりと、なんだか強くなって、それをなくた分だけ鼻が焼けるよ。この街を脱出したら砂浜で見つめていいかい。夕暮れがやってくるまで眠ろう。どんな水着が得るのかな、でも誰にも見せたくないよ。おーおおお。さあ、ワン、ツー、スリー。南風を
情熱は誰んだ。受験さんありがとう。さあワンツースリー。青空をもう連れてこい、もうもう恋の朝一眩しい君の蝉が鳴いたらためらってる時間はないよ、すぐにキスしよう。君が好きだ、もう大好きだ、もうこの気持ち伝えたい。季節前に首だけなんだ僕の負け、早送りされんだ、早送りかれんだ。歌いました。うん、ありがとうございます。ありがとうございますって言ってた。あ、いけるかも。あ、そうだ、キャッチフレーズもうやだ、キャッチフレーズしまーす。いきます。はい、海の色は、空の色は、いつも笑顔なのはありがとうございます。新潟から宇宙の果てまで青の笑顔を届けます。新潟県出身、高校1年生、16歳、あおちゃんこと新澤葵です。よろしくお願いします。やばい、また忘れるところだった。なんかごめんね、本当にやばいね、もうさ、私もう鶏だから、もう散歩歩いたら忘れちゃうみたいな、本当にごめんね、マジでごめんごめん。めん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 。どうしようかな。あ、そうなんです、 SNS やってないんですよ、まだ研究生でして、自分の個人のアカウントがないんです、ごめんなさい。でもチャットとかメールっていうのがございまして、そちらにあるのでぜひ登録お願いします。個人アカないんですよね。あ、そう、 NGT の公式インスタになんちゃって MV があるんです、ぜひ見てみてください、おすすめです。 NGT の公式インスタです、そこに私はいるので、はい、一番トップに MV の動画があるので。ありがとうございます、4期と言って、ありがとう。
ね、部活入りたいね。 SNS もやりたいしまあそうやって勝手にできるもんじゃないですよね、本当に。もうごめんなちゃいな。じゃあ歌いましょう。よし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 。確かに部活は作った方が早いかも。聖地巡礼部、確かにな、面白そうかもしれない。いいね。忘れたわけじゃなく、バスケの練習で遅れてしまったんだ。彼女を待たせてるからなんて言い出せやしない。場所まで走る方がいいさ。夕日が落ちる直前の空はため息の風が吹き、予定外れた今日の事情を、ああ忘れてくれる。
どさ。たった一つの理由は好きだから。ありがとう、わたちゃん、ありがとう、タワーありがとう、パフェタワーかわいい、ありがとう、わたちゃん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 、ありがとうね、ありがとう、ありがとう。ありがとう、かわいい、ありがとうね、嬉しいよ、あおちゃん嬉しい、頭じゃない目かいかいわたちゃんありがとう、ありがとうね、この最後の最後に、嬉しいよ、やばい、サイン書くところなくなっちゃう、パフェやばい、めっちゃ下手くそ、はい、ありがとう、あ、そうです、本間ひなたさん大好き少女です、かわいい、ありがとうね、本当にありがとう、よし、かけた、ありがとう、わたちゃんパワー投げてくれてありがとう、復習できました、できましたか、できた人、はーい、ゆうこらか、ありがとうね、ありがとう、どういたしまして、なんかね、封筒の色違うの渡されました、うん、あ、間違えた、封筒って言っちゃった、付箋の色やばい、封筒とかちょっとやばみぞわでしたね、すいませんでございました、ございました、じゃあやっぱね、締めはやっぱマックスだよね、え、そう思いませんか、読まないお姉ちゃん、あ、お姉ちゃん、お姉ちゃん、やっぱ最後は国歌でしょ、好きな曲なの、やった、嬉しい、泣いちゃう、あおちゃん歌ってよかった
で走ってほしい。一番大事な人連れて帰ること、出会ったあの夜約束した、未来はいつも思ったよりも優しくて風景が不意に滲んでくる。夢が叶うとその想いが溢れ出して瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。下から見守ってくれた誰かの存在、支えになった。未来はいつも姿見せずに待っているよ。音吐き甘えないように、愛とは涙、希望やがて溶けて大地は新しい芽を出す。苦しいことも悲しいことも喜びに変え、笑顔になれる、いつだって明日は来る。未来はいつも思ったよりも優しくて、風景が不意に滲んでくる。夢が叶うとその想いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。はい、時間がないので壇上を読みます。いきます。13位、じいさんありがとうございます。12位、まこちさんありがとうございます。11位、いちおりさんありがとうございます。10位、さるさんありがとうございます。9位ビックラブコさんありがとうございます。8位リュウマさんありがとうございます。7位マサボーさんありがとうございます。6位メガネさんありがとうございます。5位経理担当さんありがとうございます。4位ドラゴンさんありがとうございます。3位お金持ち先生さんありがとうございます。2位グッチさんありがとうございます。グッチさんありがとうございます。そして1位わたちゃんありがとうございます。どうもありがとう。ありがとうございました。ありがとうね、よかった、まだ時間ある。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと、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 
グッチさんじゃん。ね、もうやだ、ありがとうグッチさん。やばいやばいやばい。ありがとうね、グッチさん。ありがとう。グッチさん、かけたよ。ありがとう、グッチさん。ありがとう。バイバイ、みんな、ありがとうございました。ありがとう。